すごいね。すごいな。すごいね。種類は何？これはメガイっていうです。ちょっと黄色みがかった感じが。これはふんわりしてるんですよ。ツヤが好きなの。あ、ギリギリのとこで止めてるんですよ。めっちゃ出てる。すごいですよ。僕はここまで分かんないんですね、感覚が。これ楽しむために今日はよろしくお願いします。じゃあおかえりなさい。もうほんかおかえりなさいって俺が迎える方になってますけど、あの本当に朝の仕入れから仕入れから本当ありがとうございました。これじゃあ仕込み編スタートということで、仕込み編ということで、はい、また相変わらずあの我が家のように撮影させていただきますので、はい、よろしくお願いします。気持ちいいですね、いつ見ても。あ、夢に出てくるやつね、これ。夢に出てくる。夢に出てきますか？出てきますよ、これ。この腹のね、この艶が好きなの、俺。あ、この腹のとこが。なんだろうね、これ、独特だよね。えぐいな、これ。これを今、外して。いや、俺こんなの見たことない。これおしまいです。わさびのおろし金の裏でやるんだ。そうです。いやー、これは見れない。そんなチョップみたいにしてやろう。そうそうそう。そしたらこのちゃんと、うん、この身と、うん、一緒にもうこう外れちゃって綺麗に。すっげえな。これ躊躇していくと、はい、綿のこの袋が破れて、あ、なるほど、汚くなっちゃうんで一緒にパッとやるんですね。そうですね。そうか。いや、これ見れないよ、こんな見事なアリがたくさん。口取ってますね。まあ、アークな仕組みはどこでも同じようにやってると思うんですけどね、これは。いや、でもさ、正直言ってさ、このものはどこでも一緒じゃないよね。まあ、やっぱ、もう、アワビなんて本当、技術じゃなくて、ものなのね。いや、技術の、いや、もうさ、これ、あの、俺、今思ったんだよ。今日ずっと密着しててさ、思ったんだけどさ、あれだね。こういうのものがさ、ポンポン出てくる技術が一番だよ。さばく技術じゃなくてさ、こういう選んでくれ、全部だってみちくんのためにみんな選んでくれてたじゃん。そうですね、やっぱりその信頼が、ね、もう誰も真似できない技術だよね。一番大事なところですよね。外して。これもう全部火入れちゃいます。こんなでっきいでも見たことないわ。1キロちょいは辛らず、うん、うわー、だいぶすごい白濁してきたね。この色が大事。この色が大事なの。これ透明だったら、うん、正直味のないアワビです。へえ。これこのハマグリもさ、全部選んでたじゃん。みちくん用に選んだハマグリでさらに開けて酔ってたよね。はい。いや、深いな、これ。この水上に来て、ここの角度取れるのなかなかないね、この角度。これ、あの、ハマグリの柱を取って。そうですね。ね、はい。なんか、はい。綺麗に開くよね。前も言いましたね、ハマグリは本当に難しいですよ、開くの、ね、正直左右対称に開かれると。いや、簡単にやってるけど、肝取ってペラペラだもんね。そうですね。しかも今回ちょっといつもより大きいんですよ。
サイズがこういうハマグリを、うん、いつも通りこうしっかり開いたら、うん、幅が広くて大きすぎるんですよね。握った時にそうですか。だから、うん、ギリギリのとこで止めてるんですよ、うん、そう大きさを計算して。そうそうそう、最後までいくとこれがビローンって広がって、うん、このぐらいまでになっちゃうんですよね。あ、そんな大きいんだ、はい、いつも比べて。金目と変わんないぐらいの大きさの。そうなんだよ、店行くたびにさ、全部さ、いや道食いに取ってるじゃん、全部魚屋さんが。あれがすごいよね、あのシステムが。ね、まあ、これはすごいよね。あ、どうもいらっしゃいって言ったら、奥からポコッと出してくる。あれはちょっと、あれは修行中に一緒にこう連れてってもらってたから、うん、でね、修行中がそう、修行先がそうやってやってもらってて、はい、やっぱりそれのおかげですよね。ほんで同じようにしてくれるんで、ね、はい、積み上げていくところだよね。通い続ける、通い続けるよね、20年、20年の信頼関係が。前回のみちくんがマコガレーを下ろしてるのさ、多分100回ぐらい見てるからもうそれ好きだわー、そのさばき。でも前も言ったけど、うん、俺が一番最初に下ろした魚は、うん、オーストラリアの松風で下ろしたシマアジですからね。コウタロくんにけしかけられてあのみちくんが躊躇してる時ね、何ビビってんの？はぁと思って。だからみちくんがどんどん有名になってさ、俺そう有名になればなるほど、あいつに最初魚を下ろしたの、俺刺したの俺だからみたいな。だから60とかさ、なっても言える。ちょっとさ、これ見たら分かるかな、これ。このすごさ。もうやべえな。シドニーのフィッシュマーケットでしたよね。そう魚おろすとかめちゃめちゃ早いでしょ。そうレバーとかじゃなくて、本当向こうの変な形のナイフでザザザザーとおろすんですよ。すごかった。なんかお経みたいの女性がおろしてるのになんかあーもうそんな感じ。すごい早い。なんかもう躊躇ないでしょ、本当に筆頭で全部。あれはすごかったな。で寿司屋行ってカウンターの寿司なんか行ったことなかったけど、あの時コウタロ君が、あもう全部端から端までって言ったよ。俺全然覚えてねえ。いいんすかとか言って、うん、で端から端までって言ってあの割り勘だったの。いや全部出してくれた。マジこれはもうカットしないで、ここは乗せとかないで、ここはもう乗せとかないで、全部あの時出してくれたし。マジでいいよ。確かね、うん、車事故って、うん、なんか結構お金入ったことだし、なんか事故されたか何か、ね、そうそう俺引かれたんだよオーストラリアで。あのあれだよ、あの車よりあの馬の方が交通量多いところで本当の田舎だからさ、超田舎だよね。そう超田舎だからさ、車通らないのに馬が通ってるの。そこで交通事故にあったって思います。すげえ、これ渋一で下ろすんだ。これはもう使う分だけ、あとは骨付きのまま置いとくよ。そうだね、これはちょっと楽しみだな、ね、ずっと。これほんとうまいっすよ、これ皮目炙ったやつ。正直このサイズの先は読めたことない。これキメですか？これあのキメでいいですよ。さらしの上からですね。ちょっと尻尾の方は硬いんで、ちょっと強めに。あ、なるほど。腹の方は、そうですね。なるほど。そうか、尻尾の方で時間ずらすんだ。一回それはなんですか、あの塩気だけ取って昆布は。そうですね。周りの汚れだけですね。うち、ん、前は。余計なことしない方がいいみたいな、うん、この昆布美味しかったもんね、だってさっきの昆布屋さんでしゃぶらしてもらった昆布ずーっと口の中に入ってましたもんね。あ、そうなんですか。しかしすごい油、これ
これはうまいっすね。身がしっとりしてますね。バキモノイサキ。これが大事なんですよ。塩塗るんだ。塩ちょっと塗り込んで下味つけとるやつや、うん、炙って食べると、油の弾き方がすごいね。音で物の良さが分かるよね。なんか年齢のせいかちょっと分かんないけど、小肌うまいよね。小肌で本当に本当に美味しい。たまりませんよね。いや、たまらない、俺別に筋評論家じゃないけど、いや、ここの小肌ちょっと天国だと思う。本当に美味しい。必ずここのお寿司屋さん行ったら絶対食べますね。いや、食べますか。食べますね。圧倒的になんか違うくないですか。やっぱ違う、お店お店でやっぱり違いますね。お店で全然違いますよね。小肌もやっぱ個体個体でやってるわけでしょ。はい、個体そうですね。一匹一匹少しずっと秒単位これ小肌ね。小肌ですね。白いかでかいよね。でかいですね。でかいですね。でかいですね。あのイカって結構それ薄皮どこまで取っていいのか分かんないスルメイカなんか特にそうですね、うん、仕込んで、うん、使う形になってくるじゃないですか。うん、嬉しいですね。それはテンションが上がってきますね。血合いとか、うん、鱗とか骨とか外してって、うん、綺麗な身になっていく。うん、ありがとうね。なんかね、いや俺からすればさ、今日みちくんのさ、うん、仕入れ本当にお金じゃ買えない信頼関係と思うけどさ、俺もこれみちくんとねねさんの風にずかずか我が家のようにやって、しかも食べる我が家だ食べさせてもらうのもこれはもうちょっとプライスレスだな。ほんとありがとうございます。うわー来た、めっちゃ動いてるじゃん。まだ塩したらまだピクピクしますよ、これ。うわめっちゃ動いてるすごいですよね。これすごいね。おろしたての証拠ですね、うん、厚み。またこれがネタザルに並んだら綺麗なんですよ。黒むつは油多いからちょっと強め、うんうんうん、もうマコはほんの薄くですね。これだからもう塩加減も全部あれじゃないですか。個体の油とか、ね、はい、水分量によって全部変わるわけです。変えますね。マコはこう水で洗っちゃうと身が白っちゃけるので、うん、薄くしか振ってないから拭き取るだけです。上の出てきた水分と塩、うん、この一仕事ですっごいあの味引き出すよね。みちくんでかいですよ。でかいよね。この技術はちょっと他じゃないよね。冷たい炭で作っていて、うん、冷たい炭で、炭で、うん、これで一回洗ってやるんですよ。そうすると色のね、そうそう、色が止まるんですよね。こうやってやると表面がなんかなんていうかね、キュッキュッっていう感じになるんですよ、うん、手触りが、はいはい、そうなると色がついてるん で、うん、でそしたらこういう紐と見外してやる。しかしすんげー取り合いだなこれ。すごいよね本当。今最初に出してるのが柱。そうです、うん、取ったのが柱。こんなのが存在するんだ。日本は素晴らしいよ本当。やっぱり海洋物、海産物はすごいですよ、うん、日本は。すごいな、はい、この色じゃない、この火加減だよね。そうさ、あんまりこれも生すぎるとうまくないんですよ、うん、何度ぐらいのイメージとかなんかあんの。なんかなんとなくイメージ的にも8、9とか。いやいやいや、そんないかないですね多分、うん、5、
5割入るか入らないか、5割入れるぐらいの話。これ動きますかね。あ、そうだよね、この幅広すごいよね。この時点でちょっと硬くなってても、うん、だんだんこう緩んでくるんで、あ、今の何硬さとカチンってなってるけど、こんな硬くないですよ、こう使う頃には。だんだんこう緩くなってくるんで。高さ、ね、すごいっすね、うん、芸術。開けます、ぜひ。うわ、こんな感じで、こんなに並んでんな、これで、これは、うわ、愛知ですね、間違いなく。え、わかる、わかります、もう顔見ただけでも。え、姉さん何、顔見てわかんの、エビ、マジで。エビわかります、変態ですね、いやもう変態でしょ、もう変態でしょ、そんなの。うわー、すっげえ。顔見て愛知、特徴は今のうち選んでください。いいやつ、いいやつ、ちょっと、じゃあちょっといいですか、僕が好きなの、好きなの、これ触んないと分かんない。あ、いいですか、すいません。いや、ねずさん、ちょっと正直言っていいですか、はい、何が何だか分かんない。ちょっとカット。ホッキとかも全部酔ってんだもんね、来る前に。もう全部取っといて。いや、そこだな。すっごい太いな。いや、すごいな、このツヤ。大画面で撮ってほしい。加減っていうのは、うん、自分でやんなきゃ絶対わかんないですよ。絶対わかんないよ。こんなさらっとさ、煙だけ出してるのありえないよ。うわぁ、いい感じだ。いやこれ何日目なの？これでもう2週間2週間はい。僕はね、やっぱり旦那の話をちょっと聞いたから、今日ちょっとマグロサラミ、マグロをちょっと、もう俺にはこのマグロをちょっと違う風に見えない、いつもと。これもうだいぶ水気切れてきてるんですよ、はい、で昨日1日2日とこの紙30ぐらいにして巻いてたんですけど、うん、もうこれぐらいになったら1重ぐらいにして、うん、あんな思いで揃えてるから、こっちはこっちでそれにちゃんと答えないと、うん、すごいでしょ、すごい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 、水分がね、厚めに巻いてもまだこんだけ出るんですよ。いや、でも中は全然いいっていう。こうやほんとに育ててってるよね。そうですね、毎日マグロ育ててるよね、完全に。これなんか熟成とかそういうんじゃないね、もう育ててるよね、完全に。そういう感じでしたね。皮目の下の方から、うん、まあ多分上からの重さだと思うんですけど、ここから水がダーって出てくるんですよ、うん、はいはい、この下の方によくこうはわして厚めに。なるほど。これはこれでまた違うかもですバリアラップ、これ直接くっつけちゃうとね、これすごい取りすぎちゃう、よく取りすぎちゃう、表面、これがこれでしょ、
やっぱり空気を抜くってことが、この時点ではまだ水分が多いので、はい、真空にしてこの圧力で水分を吸ってやるってことですね。この紙にギュッて吸わす、これちょっとすごいよね、この技術。これだったら結構固くしてもらえる。で逆に水分のあんまりないマグロにこれやると、うん、ふっと身がカッチカチになるので要注意です。だからやっぱりマグロ身か、マグロに合わせた、合わせてですね、そういう硬いマグロにこれやるともう台無しになります、うん、これコアダ、これ何日目ですか。これはあとこれが4日目ぐらいですね。くー、来た。じゃあ水上ファンの皆様、大変お待たせしました。今から待ち待った水上さんの神のシャリ切りを、はい、すんごいな香りが。夢にまで見たね、シャリキですよ。そうすか、夢に行ってきました。ありがとうございます。これ、米一段で切ってますよね、これ。よくムラがないように行かないと。ツヤ。まだ、やっぱ。これ、時間とともに切った後と全然違いますよね。違います。握る時の味。ええ。それを見越してその状態で逆算して炊いていくんですけど、でまして切りたてのシャリは絶対握れないですから、まとまんないんで。まとまんないんですか。まとまんないです、形になるんですね。じゃあだからそのお客さんが今からいらっしゃる時間から逆算して炊いて切ると。そうです。うわ、ですごく重要な役割ですよ。芸術だね。どこに何が届くんだろうと。ちょっと奇跡で三種盛りです。両面に醤油塗ってる。奇跡だな。中トロもなりますよ。なるほど。本当に途中入れるごとに香りが立ちます。香りするよね。幸せ。ハマグリ。ありがとうございました。